lonely sailor, and your soul is made of wind and rain, doubts and blame. I'm a weary pirate, and my heart is made of dust and grain and spoiled champagne. I've got troubles, I've got sins, I'm my worst enemy, but I've still got a lot to give. So I said, hey, don't... こんにちは、まゆみです。私は今、鹿児島空港に来ています。今回は大和渓谷チャンネルさんとコラボ企画ということで、鹿児島の山巡り、街歩きをテーマにお届けします。で、今回は2泊3日で指宿の方に行くんですけど、私の動画では普段と同じように私目線でこの様子をお届けいたします。で、大和渓谷チャンネルの方ではこの大和旅の様子をお届けしておりますので、合わせてご覧いただければと思います。それではまず指宿に向かって行ってきます。Say by chance, don't you want me? A man who fully understands a sailor's heart, a sailor's heart. はい、今回一緒に旅をするメンバーです。どうも大和渓谷社の渡辺さん、カメラマンの栗木さんと神谷さんです。よろしくお願いします。では麓に向かっていきますか。はい、出発。はい、そうめん流し発祥の地、指宿の唐船峡にやってきました。ここでは流しそうめんではなく、そうめん流しの体験をしていきたいと思います。すごい。いただきます。おいしい。めっちゅうに甘みがあるので、これは永遠に食べられそう。いやー、おいしいな。はい、ごちそうさまでした。そうめんね、すっごくおいしかったです。で、実は今日の撮影はもうこれで一応終わりなんですけど、ちょっと買い出し、明日のね、行動食の買い出しとかをして、で、今日は明日の山登りに備えてゆっくり休みたいと思います。結構お腹がいっぱいです。おー、すごい。明日登る開聞岳が、私は今、開聞山麓ふれあい公園に来ています。今日は今から標高924メートルの日本百名山、開聞岳に登りたいと思います。
ここから開聞岳の山頂までは約2時間半、往復4時間半の参考となります。今天気は曇っているんですけど、今日は晴れそうなので山頂のあたりで、ね、いい景色をお届けできるんじゃないかなと思います。それでは行ってきまーす。Boys don't cry under the influence. You and I did not make a sense. Tell me why you're putting on a fence. Boys don't cry, boys don't cry. Endless game, when's it gonna end?We should condemn you and I. We were more than friends. Boys don't cry. すごい。ジャングル。Boys don't cry. Look ahead. Somewhere down.Will they undermine? Dry your eyes. Everything's just fine. Boys don't cry. Boys don't cry. We're in thin. When's it gonna end? We became what we should.一気に変わりました。岩がすごい。 I heard from you out of the blue. A deep deep blue. And would I meet you down at Casita? 隠れ場です。どうします？普通に誰か住んでるかもしれません。God knows I need you. Cause I'm still trying. あれ桜島ですか？住んでるけど。きれい、光が入って。You know I do that all the time. お、山頂到着です。着いた。はい、開聞岳到着しました。眺めがいい。Still trying to take the high road.
無事開聞岳に到着しました。でちょっとお腹が空いたので昨日買ったこちらなんかオクラのスイーツを食べたいと思います。うん、おいしい。オクラっぽさはそんな感じない。でも食べやすくておいしい。おいしいおやつをいただいたので、じゃん、今度はお茶を飲みたいと思います。チラン茶って言って、鹿児島の抹茶入り玄米茶になります。あ、ティーパックになってる。うん、いい香り。あ、おいしい。抹茶と玄米が、まあいいですね。だいぶ山頂を堪能したので、今から下山したいと思います。今からだいたい2時間くらいかかりそうです。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、無事下山しました。いやー、開聞岳とてもいい山でした。昨日ね、麓から眺めた時は結構急登でハードなのかなと思ったんですけど、意外と急登でもなく、すごく整備されていて、で海を眺めながら歩けるとても気持ちのいいトレイルでした。で山頂からはね、もう日本列島の一番端っこにいるんだなっていう感じがしてちょっと感動しました。で今からはちょっとあるところに行きたいと思います。では今から砂蒸し体験をしてきます。よろしくお願いします。サンダルを脱いでください。はい、今から準備しますね。はい、お、ずっしり。すごい不思議な感覚です。辛いな。Is there a place with sun all year round and pina coladas with pretty faces and sand on the ground? I want to stop this ongoing train
before I lose my mind and go insane. I don't wanna sleep every night. I wanna light a spark in the dark. I don't wanna say I'm okay. Living the same every day. Come run beside me, let's take off. Let's leave this place for another place. Maybe all we need is difference. It's hard at this speed to see anything. Just tell me what you need and I'll listen. I'll listen. おはようございます。3日目の朝です。今日はね、曇り予報だったんですけど、晴れました。はい、すごく良かったです。で、今日はですね、指宿市でまだ巡ってないところがあるので、そのあたりを撮影して空港に向かいたいと思います。それでは、行ってきまーす。I take the long way home.If it meant I'd go walking by your door, together we could see where the road will lead to the unknown. There is no end if you believe. Just take my hand and come with me. Oh, you're like the sun coming up.豚肉がこうカリッと焼いてあって香ばしいんですよね。これに温玉の甘みが絡んですごく食べやすくて美味しい。甘くて美味しい。めちゃくちゃうまい。なんか甘みがすごい強いですね。甘みある。無事3日間の撮影が終了しました。今回2泊3日で指宿市に訪れて、百名山の開門岳へ登り、そうめん流しや砂風呂体験、爪体験など、とても充実した3日間となりました。でね、ちょうど菜の花がすごく綺麗に咲いていて、そこから開門岳が眺められたりと、本当にね、素敵なところだなと思いました。そしてご飯が何といっても美味しいんですよね。たくさん味わって本当にいい3日間となりました。で、実は私、年末にも鹿児島に訪れていて、その様子が現在発売中の雑誌大和渓谷の3月号に掲載されてあります。そちらもぜひチェックしてください。で、その時の様子も撮影してきたので、こちらの動画をご覧ください。はい、私は今、霧島市の高千穂河原に来ています。今日は今から百名山の霧島山の一つ、高千穂の峰に登りたいと思います。ここから山頂までは2時間、往復3時間半の参考となります。
実はこの高千穂の峰、前からね、ずっと登ってみたかったんですよね。山頂にある、あるものを拝みに行きたいと思います。それでは、行ってきまーす。来ました。若干ね、硫黄の香りがします。あそこに目指して歩きます。1574m です。あそこに坂鉾があります。無事下山しました。そう、風はね結構強かったんですけど、その360度の絶景が本当に素晴らしかったです。あとね、溶岩のね歩くのもねとても新鮮でした。お鉢もね広くてね、あの横を歩くのもねなかなか面白かったです。あと山頂の坂鉾、やっぱりなんだかかっこよかったですね。青空にポンって浮かぶ感じが。
とてもいいなと思いました。で、歩きづらいところも結構あるんですけど、往復3時間半で戻ってこれるので、結構ね、登りやすい山なんじゃないかなと思います。ということで、1日目は高千穂の峰の様子をお届けしました。2日目、明日はですね、霧島市の観光をしたいと思います。今日はゆっくり宿で温泉に浸かります。それではまた明日。はい、おはようございます。2日目の朝です。今日は今から霧島市の散策をしたいと思います。まずは国宝の霧島神社に行きます。の枕木階段、これです。おー、遠いまだまだ続く。はい、登りきりました。あー、長かった。お疲れ様でした。今から宿に行って温泉で温まりたいと思います。はい、3日目の朝です。私は今鹿児島神宮に来ています。今日は今から鹿児島市内の散策をしに行きたいと思います。美味しいものをいっぱい食べる予定なので、とても楽しみです。それではまずお参りに行ってきます。I'm beginning to learn a little more about myself. See, I used to think I didn't need anyone else. But then I saw what life looked like with someone by my side. And realized only part of me was mine.As I step back further, the world is much clearer. It's a bit bigger than what I see in my black mirror. What if I set this anchor down and begin to look around, let love flow out. すごい。街。で、桜島ドーン。わあ、かっこいい。What if we love to love rather than love to change? Can we love just because love what makes us the same?
cause we're better together. Oh, we're better together. Anyway, I used to draw out the lines in the sand. Left fear of rejection in and list its demands. But to my surprise, love has no borderlines. Life's meant for love, and to love is our only fight. What if we love to love rather than love to change? Can we love just because? Oishii. Love what makes. はい、無事撮影が終わりました。お疲れ様でした。はい、ということで2回にわたって開門岳高千穂峰に登り、指宿、霧島、鹿児島市内を堪能した旅となりました。こういうふうに山に登って麓の町を楽しむというね、過ごし方もまたいいですよね。で、鹿児島には屋久島や奄美大島などまだまだ行きたいところがたくさんあるので、また訪れたいと思います。で、大和渓谷チャンネルの方でもこの大和旅の様子をお届けしておりますので、そちらもぜひチェックしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Better together.